ってたんですが、そうでもない感じでしたね、やっぱり、ね。まあそこまで診断できないほど医療体制は崩壊は、あるいは在宅勤務が予想されますという。どうした？まあ、病院は病院の方で。日本の場合は、韓国はもうドライブスルーでやって、そしたらいち早く見つけていって対応していったってことで一応うまくいったなきゃいけないんだけども、次々に入ってくる人を同じ手袋、同じマスク、同じ防護服を着てやっているというのは、ちょっとどうなのかという、そういう報道もあるんですよね。何が一番適切なのか、探ってる状態が続きますね。5時6分になろうとしています。産経新聞ニュースです。報道部です。上村厚生です。はい、いうところで、まあ、自民党とこのやり方がですね、ちょっと違いますので、果たしてうまくいくのかどうか、早く、まあ、配ることができるかどうかはちょっとわからないと。いうことと、所得制限があるのかないのかもまだはっきりしないという状況です。まあ、1人当たり10万円ということのが、二階幹事長がね、はい、かなり動いてますよね。岸田さんと安倍さんがこの30万円で手打ちをしたというところに、幹事長はあまり入ってなかったようで、まあ、人間関係ね、力関係はまあいいんですけども、まあ、本当に喉から、ね、手が出る